パラスティカの豆と泡です。今日は何をするんですか？はい、どうぞ。プリクラを10枚撮ります。どうしたの？頭おかしくなった？落ち着いて落ち着いて。プリクラ10枚は変だよ。それやろうとしてること変。おかしいってこと気づいて。 T シャツを国会でね、購入してくれた方の購入特典で、うん、プリクラをつけたいなっていうのがあって、あ、まあ、ね、しかも10枚撮ることでないじゃん。ない、ね、人生でないよ。せっかくならその様子を回そうと思って、顔がね、どれだけ疲れていくのかとか確かに、そういうのも含めて今日はちょっとやっていきたいと思いますよ。どうですか？大丈夫ですか？覚悟決めて。いや、もうほんと覚悟決めないとさ、ちょっと乗り越えられない、あの試練よね。パラスティカ、時間があるから焦らず準備できて、ベストな自分で撮れる。自然な笑顔で、ちょっと眉毛描いてないか、お前で、まあ、10枚ですからね。そう、ちょっと時間なくてね、昨日7枚で終わっちゃった。これからあと3枚撮っていきたいと思います。7枚目を撮っています。7枚目を撮っています。終わりましたよ、沢田さん。終わりました。10枚終わりました。見ますか？見せてください。やばすぎじゃない？どうしたのって感じじゃない？いや、どこのギャルって感じ。さすがにあの喫水のギャルでもこんなに撮らないよ。10枚です。もうこれをね、あの北海で当日 T シャツ会場で買ってくれた方にお付けいたしますので、メッセージカードに添えて、ぜひぜひぜひ。
皆さんぜひ T シャツ楽しみにしててください、はい、まあ、どれが当たるかはお楽しみっていう感じです ね。でもなんか楽しかったね、新鮮でね、プリクラなんてさ、もうこの年になったらなかなか撮んないですから。撮んないよ、本当に。私たちの Twitter のアカウント会社の概要欄にあります。報道が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラッチカでした。じゃあ、私のイチオシはこれかな。毎日饅頭投稿。毎日饅頭投稿だろ。これ当たった人ラッキーね。これ当たった人ラッキーだから。